こんなスター来ちゃったら。よく行ったね、よく行って乗せたね、すごいわ。こんにちは。こんにちは始まりましたって言いたいとこなんだけど、何するか何も聞いてないよ。怖っ。何、とりあえず映像見てって言われたけど、はい、今日はゆきさんにサプライズの映像を1本用意しました。それ嬉しいサプライズ、嫌なサプライズ。サプライズが全部嬉しいとは限らないよ。だって彼氏のサプライズじゃなくてスタッフのサプライズでしょ。良かれと思ったサプライズ。一番いらないかもしれないじゃん。良かれと思って僕はやってるので。うわー、スタッフの良かれなんてどうなんだろう。どうでしょうね。でも動画見ればいいの。動画見ればいい。流すんで、ストップのところがあればストップって言ってくれれば止めますから。分かった。はい、怖っ。流します。いきます。なに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 。どこ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 。つくばじゃん。え、てか3号で行ってんじゃん。え、いつ行ったの3号でつくばなんて。この前のつくばは私運転してったから、その時の映像じゃないはず。まあ、かっこいい。あ、え、まさかこんなかっこいい動画なんて、わざわざ撮るなんて。メカニック TV をご覧の皆様、こんにちは、谷口信輝です。今日はですね、ここ筑波サーキットに、谷口さんチャンネルになっちゃうじゃん、メカニック TV が。あちらにある、ね、あの別の、こんなスター来ちゃったら。取材車両乗ってたわけなんですけども、僕はこの仕事を終えたんで、ね、とっとと帰ろうと思ってるところなんですが、よく行って乗せたね。今すごいわ、呼び止められ、しかもタダでしょ、この車を乗れと言われております。メカドロさん、こんにちは。こんにちは、すいません、本当、ね、そんなこと言われて。これをどんどん仕上げてるってことみたいなので、この後ですね、谷口さんにメカドルなんて言わせないでよ。でね、そんなを知っててほしくないんだから、ふざけてんだから。こっちは筑波サーキット、雨の筑波サーキット走りたいと思います。嘘、乗ってくれたの。気がついたことがあったら喋っておきますが、だって全部ノーマルだから。雨の筑波です。まず僕はもともと GTR オーナーですし、07年か08年車を持ってましたし、これ純正のタイヤのまま行ったんでしょ。最近15年モデルの買ってフェンダー切りましたし、あ、ノブチャンネルというですね、 YouTube を始めましたので、ぜひやめて、皆さんよろしくお願いします。何人の9万、やめてよ、ね、むしろそっちで宣伝してよ、メカニック TV を。そしてですね、まあ、数々のね、まあ、いろんなショップのですね、単語 GTR も載ってます。ちょっと止めてもらっていいかな。ちょっともう止めていい。ちょっとすげえだけど、ちょっとこれやばいね。よく行ったね、スタッフ。緊張、よかった、私その日いなくて。でも乗ってもらうのはすごいありがたいですよ。普通だったらまず何十万でかかるスターなのに、まあ、スタッフ、いやでもさ、私今これね、まあ、第1回前回つくばで私とキサちゃんで走ったでしょ。私キサちゃんっていうのがかすれるからやめてもらっていい。ね、メカニック TV とか、まあ、オプションの紙面で、まあ、私とキサちゃんが3号で女性だけで何かしようってわちゃわちゃしてるだけですよ。こちらはわちゃわちゃじゃないじゃないですか。大丈夫です、先に言っとくとだいぶわちゃわちゃしてる。けど一気にかすれちゃうじゃん、私とキサちゃんが。私とキサちゃんもそれなりにファンがいるかもしれないが、谷口さん出てきたら、いやもうさ、ファンいるなんて一言も言えない。いません、うちらファンみたいな。すごいね、スタッフ。これがでもいい方のサプライズかはちょっと分かんないわ。よし、続き見よう、はい。だって見て、このスポンサーのこの HKS の量、1200馬力ぐらいの GTR もありますし、こんな乗ってんのやめて、恥ずかしい。富士でコースレコードを持っている HKS テクニカルファクトリーの神風号だったりとか、純正乗ったことあるのか、まあ、その他色々ですね、3号 GTR 乗ってます。自分で買ってました、でもそれだって、まあ、乗れば純正あそこがダメだ、あそこがダメだっつって、まあ、ダメだ乗ってないでしょ。
まあ、正直乗らなくても分かります乗らないでいいよ。0乗らないでしょ。そう、0乗らない。あれもダメです。やっぱり今ね、この前期がね、中古市場でだいぶ安く手に入る車になってきたので、うんうん、ベース車両これぐらい、まあ、今どれぐらいなんだろうな、300万400万ぐらい。 GTR のすごいいいところはですね、昔はね1馬力1万円みたいなね、チューニングするのに、そんな時代でしたが、この GTR はですね、ちょっとやったらすぐボッとこうタイム、バリフェア上がるので、そういう意味ではお得なんですが、いかんせんね、車重がそこそこある、で馬力があってもうすごい速い、僕に言わせるとすぐ速い、信号が青になってアクセル踏んだらシュンと速いんでね、まずはね、ブレーキとタイヤはね純正から変えるべきだと思います。特にブレーキ、うーん、ブレーキ変えた方がいいんだ。菊池さんは、いや俺さっき走らないから、谷口さんはでしょ、でやはり止まれることがまず大事で、谷口さんはでしょ、止まれるからこそ、私たちは変える必要ないって。まあ、まずはブレーキだけはしっかりと強化した方がいいと思います。あとはね、この車そのレベルで話していただきたいけど、谷口レベルじゃなくて以上、とっとと帰りたい谷口でした。泡のレベルで喋っていただきたいところなんですけど、まあ、いきなり R モードなんだね。でも差し替えちゃってっからさ、普通はこの上上下なんだよね。でもこれ繋がってないだろうから、上と下で、あ、真ん中が差すか。そうです、上上下。壊れない、谷口さんがなったら壊れんじゃない。オーバーヒートとかしない。無事にミッションのこととか伝えた。GTR のド前期です。そんな前期バカにしないでよ。の見た目は派手だけどドノーマルらしいです恥ずかしい、見た目は一線馬力です。足だけブリッツの車高調が入ってるらしいですね。そう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 、谷口さんが乗るような車じゃないって。あいにくのウェットコンディションです。申し訳ないの。あ、でもね、意外と素直かも。すげえバタバタでベルト合わせの長さ合わせなのでこの日はしてしれないです。今度筑波サーキットを走るということでいいんじゃない、このままでまあ十分だよね。まず草ちゃんが乗りこなせてないからね、 GTR もうドリフト野郎だから。やろうじゃないか何異変って。やべやべやべ、おぶねえおぶねえ。多分みんなには分からないけど今ね、微妙にねカウンターも当たってないけどすごく滑ってるんだよね。あー怖え。これでさ何秒だったの。うわ、さらっと走って。これです。これはちょっとまずいな、危ない。1分10ぐらい、まあ、僕でもっていうとちょっと高飛車っぽいですけど、数も30台ぐらい、僕でも刺さりそうなぐらい滑るこれひどいひどい。タイヤはまずい。これね純正タイヤだもんこれね。まあアクセルはさすがに4輪駆動だから大丈夫なんだけど、ブレーキ踏んだだけでブレーキ踏むともう全然滑って止まらない。でカーブとかこれ純正タイヤの新品とかでもないからね、だいぶ使い込んない。これもっとまっすぐ行く。これあのレーズのホイールの方のタイヤだったら結構いいタイヤだからね。あれそう、あっちだったらまだ良かったかもしれない。うわ谷口さんが本当に乗ってる。まずはタイヤを変えましょう。写真ちょうだいこれでね、まあ、ブレーキが見たところノーマルだったから私のインスタに載せるから GTR で写真ちょうだい。走るならば最低でもブレーキパッドでもそれじゃ足りない。正直パッドだけでいいの、キャリパーローターをですね、まあ、もっと容量のあるやつに変えた方が。キャリパーも変えなきゃダメなの。いいですよ。うちらでもうちらでも本当にねえねえ、富士スピードウェイ2周走ると3周目にはもうブレーキいかなくなりますよ、ノーマルだと。それは何分狙ってる人のセリフよ。系は大丈夫ですね。とにかくね
タイヤがやばい。タイヤはね、四輪駆動でこんなに不安定なことってある？またさ、まあ、雨っていうのもあるし、やっぱでもキサちゃんはそこまでやっぱりわからないっていうところもまた課題だよね。ちょっと乾いてきたか。おお、経験がとても豊富。カウント当たるっつうのこの車。あのね、今みんなが思ってる以上にやばいから、このタイヤ。もう路面は乾いてきてるのに。もう終わっていいかな。あばばばば、もう終わっていいかな。見た目はかっこいいんだけどな、このサンゴ。多分古いと思うんだよね。古いよ、タイヤ。すごい古いよ。14年7月、6年前のタイヤ。貧乏バレる。まあ普通に一般道乗る分には、めちゃくちゃグリップしない。別に問題ないよ。まあ6年ぐらいだって普通ちょっとヒール入ってきたり、ということで乗ってみました。交換時期っちゃ交換時期だけど。まあ、あの見た目はね、いろいろ手が加えられててかっこいいなと。あのトップシークレットさんのエアロが入ったり、これバレンティさんのヘッドライトやテールがね、やられ入ってるんで。恥ずかしい。見た目としては見た目褒めないでも恥ずかしいから、ね、とてもド前期の、ド GTR じゃないんですけども。見た目はね、現行風だから、ね、乗ってみるとですね、タイヤがド前期でした。タイヤだけでいいの？まあ、14年のタイヤだから6年前だから前期ではない。でも、もう正直タイヤの美味しいところはもうないなって。特にもう雨の中だと本当にプラスチックタイヤかなってぐらい恐ろしかったんで、これはもうあの正直安全のためにポイしてください。はい。で、それ以外のところは、このホイールって別にさっき言った視点でしょ、まあ、そんなにね、もったいないけどな、嫌な感じもなく。今のまあもちろん限界想像としたりとかって考えるとちょっと怖い。谷口さんに乗せんだったらいいけど、まあ、キサちゃんに乗せんのはまだちょっと早い。これで一回サーキットデビューっていうのはね、ちょっと怖い。まだタイヤさえ変えれば、あとブレーキさえちゃんとやっていけばいい。ブレーキちゃんとってな。あと冷却系と冷却系、まあ、ミッションのシールとかこれ返済。谷口さんレベルの話じゃなくて、1分切ろうとしてる人の話じゃなくて、中であればもうちょっとね、こうこなれてきて、走りもそこそこ行けてきたら、やるべきところはいろいろあるんですよ。まず初心者なら後期の足もアーム類を使うとか、ちょうどいいぐらいなんだ。これのアップグレードのは方法いろいろあるんで、ニスも匂いさ、パワーアップもいくらでもありますし、いくらそういうところはまあね、おいおいやっていけばいいんじゃないかなと思います。ニスもなんて、これの車でサーキット走る際の一つアドバイスをするならば、基本的にはスローインファーストアウトです。車が重たくて旋回性能もそんな高くないので、うん、しっかり止めて優しく曲がって早く立ち上がっていく。これ基礎値に見せた方がいいね。このコーナーからあのコーナーまで、次のコーナーまでを急ぐ。でも入り口はしっかり落として、怖くない程度にこう車速をちゃんと落として曲げて次のコーナーまでを急ぐ。なのでスローインファーストアウト、4輪駆動とパワーを使ってね、あんま聞くセリフじゃないね、ふうにやってみてください。それでは検討になります。いや、ありがとうございます。はあ、かすれたわ、私とキサちゃんとメカニック TV が。あ、いっぱいタグつけさせていただきます。よく行ったね、スタッフも。てかよく乗ってくれたね。はあ、ありがとうございます。じゃあ、まあ、次、まあ、タイヤはね、でも純正ですら高くて買えないですから、クラウドファンディングでもします。とりあえずの。でもまあ前回一度川野さんに走っていただいて、うん、まあそんなにコースアウトするとか、まあなかったね、するとかっていうことがないっていうのは分かったんで、次からはタイヤ変えます。ああ、あれにね、はい、あのホイールかっこいいからな。かっこいいですよね。しかも超いいタイヤ履いてるしな。まあこれからいろいろスタッフとか、まあ、キサちゃんとかと煮詰めていくけど、私はなんかもうちょいわちゃわちゃしてたい。本格的なあれもまあありつつ、でも本当は女性で、あと2人ぐらい、4人ぐらいでわちゃ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 してたいなとは思う。もうちょっとスターすぎたね。
いや本当谷口さんありがとうございました。まあね、このチューニング業界の中ではトップクラスのドライバー、そうだね、そんな方が筑波にいるというチャンスを聞いたら私はもう止まっていられなかったね。よく言ったわ。スタッフを褒めるコメントを多数お寄せください。そしたら次もスタッフ頑張るからあれ次あアンダーさんいるんだって行くわアンダーさん今日筑波いいの行くわっていうのが、うん、このコメントによって次のスタッフの原動力になるのでぜひコメントいただければということで今日のメカニックビューはここまで。どうですかこういうサプライズ。いやちょっとハードル高かったわ画面越しでよかった本当急になんか電話でちょっとつくば来て今からよりはいいわそれだったら私も本当こんな喋れてないと思う。谷口さんいたメカドル、メカドルさんこんにちはとか言ってたよね。言ってました。そこのスクショちょうだいそこ の, あの字幕が出てるスクショをとりあえずちょうだいメカニック TV をご覧の皆様こんにちは、谷口信輝です。今日はですねここ筑波サーキットに、あちらにあるねあの別の、取材車両を乗ってたわけなんですけども、僕はその仕事を終えたんでとっとと帰ろうと思っているところなんですが、今呼び止められ、この車を乗れと言われております。メカドロさんこんにちは、なんかね今企画でこれをどんどん仕上げているということみたいなので、この後ですねとっとと帰ろうとしている僕にですね、この後3時10分から筑波サーキット雨の筑波サーキット走りたいと思います。気がついたことがあったら喋っておきますが雨の筑波です。まず僕はもともと GTR オーナーですし、あ、そうですね、07年か08年車を持ってましたし、それから最近15年モデルの買ってフェンダー切りましたし、あ、ノブチャンネルというですね YouTube を始めましたんで、ぜひ皆さんよろしくお願いしますチャンネル登録をね、はい、そしてですね、まあ、数々のね、まあ、いろんなショップのですね35 GTR も乗ってます。まあ、Hケースの、1200馬力ぐらいの GTR もありますし、富士でコースレコードを持っている Hケーステクニカルファクトリーの神風号だったりとか、まあ、その他いろいろですね35 GTR 乗ってます。なので、まあ、乗ればあそこがダメだここがダメだっつって、まあ、正直乗らなくても分かります。07年でしょ、あれこれダメです。今ねこの前期がね中古市場でだいぶ安く手に入る車になってきたので、ベース車両はこれぐらい、まあ、今どれぐらいなんだろうな、300万400万ぐらい。 GTR のすごいいいところはですね、昔はね1馬力1万円みたいなねチューニングするのに、そんな時代でしたが、この GTR はですねちょっとやったらすぐボッとこうタイム馬力上がるので、そういう意味ではお得なんですが、いかんせんね車重がそこそこあるで馬力があってもうすごい速い、僕に言わせるとすぐ速い、信号が青になってアクセル踏んだらシュンと速いんでね、まずはねブレーキとタイヤはね純正から変えるべきだと思います。特にブレーキ、いや俺サーキット走らないからいいんだよっていう人もいると思いますけど、やはり止まれることがまず大事で、止まれるからこそアクセルが踏めるというところもあるので、まあ、まずはブレーキだけはしっかりと強化した方がいいと思います。あとはねこの車については
乗ってから喋りましょう。以上、とっとと帰りたい谷口でした。普通はこの上上下なんだよね。でもこれ繋がってないだろうから上と下で。さあ35 GTR のド前期ですの見た目は派手だけどドノーマルらしいです。足だけブリッツの車高調が入ってるらしいですね。あいにくのウェットコンディションです。あ、でもね、意外と素直かも。今度筑波サーキットを走るということでいいんじゃない、このままで。おやべやべやべ、おぶねえおぶねえ。多分みんなには分からないけど今ね、微妙にね、カウンターも当たってないけどすごく滑ってるんだよね。ああ怖っ。うわー、これはちょっとまずいな、危ない。僕でもっていうとちょっと高飛車っぽいですけど、僕でも刺さりそうなぐらい滑るこれひどいひどい、タイヤがまずい。これね、まあアクセルはさすがに4輪駆動だから大丈夫なんだけど、ブレーキ踏んだだけでブレーキ踏むともう全然滑って止まらない。でカーブとかこれハンドルこう切ってもね、ずっとまっすぐ行く、これずっとまっすぐ行く、これこんなにグリップしないタイヤなんかなかなかないよね。まずはタイヤを変えましょう。でね、まあブレーキが見たところノーマルだったから GTR でサーキットを走るならば最低でもブレーキパッド、でもそれじゃ足りない、正直。キャリッパーローターをですね、もっと容量のあるやつに変えた方がいいですよ、本当に。富士スピードウェイ2周で2周走ると3周目にはもうブレーキ効かなくなりますよ、ノーマルだと。水温油温系は大丈夫ですね。とにかくね、タイヤがやばい四輪駆動でこんなに不安定なことってある？ちょっと乾いてきたか？おお、とカウンター当たるっつうの、この車あのね、今みんなが思ってる以上にやばいから、このタイヤもう路面は乾いてきてるのに、もう終わっていいかな、あばばばば、もう終わっていいかなたぶん古いと思うんだよね。いつだこれ、14年7月、6年前のタイヤ。めちゃくちゃグリップしない
ということで乗ってみました、こちらの GTR。 まあ、あの見た目はね、いろいろ手が加えられててかっこいいなと。あのトップシークレットさんのエアロが入ったり、これバレンティさんのヘッドライトやテールがね、やられ入ってるんで、もう見た目としてはもうかなりイケてる、ね、とてもド前期の、ド GTR じゃないんですけども、乗ってみるとですね、タイヤがド前期でした。まあ14年のタイヤだから6年前だからド前期ではないんだけど、でももう正直タイヤの美味しいところはもうないなっていう。特にもう雨の中だと本当にプラスチックタイヤかなっていうぐらい恐ろしかったんで、これはもう正直安全のためにポイしてください。はい、で、それ以外のところはまあそんなにね嫌な感じもなく、今のまあもちろん限界のところまで攻めれなかったっていうのはあるんですけど、まあ、まずはそのこれで一回サーキットデビューっていうのはね、タイヤさえ変えれば、あとブレーキさえちゃんとやっていけばいいのかなと。あと冷却系と、まあミッションのシールとかそこら辺さえやっておけばいいのかなって気がします。ただいろいろやっていく中であればもうちょっとねこうこなれてきて、走りもそこそこいけてきたらやるべきところはいろいろあるんですよ。後期の足アーム類を使うとか、これのアップグレードの方法はいろいろあるんで、パワーアップもいくらでもありますし、そういうところはまあねおいおいやっていけばいいんじゃないかなと思います。なので、これの車でサーキット走る際の一つアドバイスをするならば、基本的にはスローインファーストアウトです。車が重たくて旋回性能もそんな高くないので、しっかり止めて優しく曲がって早く立ち上がっていく、このコーナーからあのコーナーまで次のコーナーまでを急ぐ。でも入り口はしっかり落として、怖くない程度にこう車速をちゃんと落として曲げて次のコーナーまで急ぐ。なのでスローインファーストアウト、四輪駆動とパワーを使ってね速く走るという風にやってみてください。それでは検討に乗ります。